スネーシーです。あ、やべえ、あれがないじゃん。なんだっけ、あれ ライさんのアバターが右下にいないですね。寿司だね。なんかラッピーみたいにいる。ラッピーエビだ。相手はまあ、終わったわ。ナイス。寿司なかなか入れられないね。あ、俺だ。まあまあまあいいでしょう。一発、あ、いいね、素晴らしい。あー、神、裏入ってきてる。あれは入るけど、カーボンだね。誰もいないよね。いいのかな。あれはナイス。惜しい。あれは取れないな。取れないし取んなくていい。ラッピーエビー。こっちを見てもらわないといけないから、前に行った人どこ行ったかな。あ、そう、飛んだ飛んだ。飛んだけどさ、もっとさ、もっとゴール前行ってもらわないとカモンではないんでね。これは死んで、ライさんのアバターは OBS 一回切らないとダメなんで、再起動が必要ですね。どこにいるかな、カーボン。カーボンどこにいるか分かんないんだな、多分みんな。ラッピーエビ、オッケー。オッケー。
ハミー。いい感じにできたね、最後。よかった。裏取りはね、あれ絶対刺さりますね。焦っちゃうんだよね、みんな。ああいう時。防衛は、焦んない方がいいですね。みんなで正面見ちゃったら、ああいうことになります。誰かね、裏取り来るって思ってないとダメかな。どのステージでもね、そうですね。裏取りルートは誰か一人絶対見ないとダメです。今回はね、ラピエリとかが見た方がいいかな。ラピエリが光栄だからね。デモンです。パータさん。ヒイラギさん。ヒイラギさんってアサリやるの？ヒイラギさんってあんな髪の毛のガール使うっけ？なんかヒイラギさんガールのイメージだけど、なんかもっと普通のロングヘアのイカちゃんのイメージがあります。ナイス押して。一回逃げまして、オッケー。無駄ね。2発？2発。帰れないか。なんかヒイラギさんってカムバとか使うイメージないから、違うヒイラギさんかもしれないですね。全然当たんないけどね。全然当たんないけどね。オッケー。まあまあまあ、これはしょうがない。あ、いいね。リエかな。下を塗りまして、一発か。ナイス。オッケー。まあ、いけたけど、いけたけどですね。
よし。持って帰って、これまだ大丈夫。まだいるよ。ただ遊びないから、オッケー。ですね、最後ちょっと防衛みんなミスっちゃったけど、まず私が雨持って帰ったのがデカすぎなかったら結構やばかったし、あとねみんな結構そもそも強かったからこっち切るがちなんだよね。なんで落ち着いてね、みんなちゃんと復帰してから、雨投げて、なんかそのジャンプ狩りとかできたのも良かったと思います。